どうぞ。A を、はい、実数として A を実数として、実数ですね。実数とか言うとちょっと耳慣れない言葉ですから、実数ですね。リアルナンバーですね。実数というのは数直線上にある数です。はい、どうぞ。A、A、はい、そうなりイコール、あ、X、そうなりイコール A プラス2、うん、うんうん、で定義される、うん、関数、うん、Y、FX、あ、もうこの人は気が利いてます。 Y イコール FX イコール X 事情マイナス 2X プラス3の最大値、最大最小ですね。はい、最大最小はという問題でございますので、まあ、まとめなさいということでございます、はい、じゃあ皆さん問題共有してください。まあ、どうぞ似たような問題です。そしたらまず最初にこれを平方完成するところからいきましょう。でもまあこれは簡単ですね。これが簡単ということは罠があるところですな。1でこうですね。で、どうするグラフはできましたよ。グラフはできましたよ。グラフを書き、はい、わかりました、はい、どうぞ。グラフを書きました、はい、で、どうする。旅をする。それはいいんですけど、これはですね、さっきまでは0から A でございまして、終点が旅をしました。で、これは A、A たす2ってことは、その A、A たす2で旅をするんですね。要するに、こうで、A、A たす2、まあ、もしくは A、A たす2、A、A たす2、まあだから、こうとか、こうとか、こうとか、要するにこう、まさにそれが旅なんですね。範囲が旅をしていきます。で、範囲を旅にしていくから、あとはイマジネーションなんですけど、まあもうこれは知ってるか知らないかなんですけど、じゃあ、どういうふうに分けて、急に素直に。あ、じゃあ、いくつに分けよう。4つ、あ、やめました、はい、4つ、うん、いいですけど5つに分けてくれませんか。すいません、はい、知らない、知ってるか知らないかですね。知らないで、はい、5つ分けます。 1,2,3 あ、ちょっとですね、はい、じゃあここまでヒントを言いました。どうしたらいいんでしょう。うん、分ける。うん、どうする。5つに分ける。それは分かった。じゃあ一番奥のオレンジのを、あの、西南君、助けてやってください。助け舟を出してやると出しましょう。X が常に0より小っちゃい。ゼロより小っちゃい。A が、まあ、じゃあ A がマイナス3だったらここはマイナス1ですね。ああ、ってことはこういうことですか。言いたいの。そうですね、だから極端な例をね、 A たす2ってなわけですね。あ、こっち A ですね。もうあんまり省略ですけど、これ、これ A です。こういう時そしたらどうしたらいいの。これ極端だよね。ここが最大、ここが最小だよね。じゃ一番向こうは何だ。そうだよ、次逆だよ。そしたら次はこうだよ、きっと。1で A で A たす2という極端な話をします。で、これはこういうふうな時で、こっちは A たす2が1より小さい、すなわち A がマイナス1より小さいですかね。これこういうことするか、こうですね。はい、どうする。ああ、まあ一応分かってるみたいなんですけど、一応多分等しい時っていうのを常に考えた。で、それよりもこうなるときとこうなるときでしたらいいですよね。わかりますね。だからこれがこう旅をしてこう来て等しくなってこう行ってこうなると、こういう旅をなかなか知らないと解けません。で、これをじゃあどう表現するか。すいません、まあこの辺は3次関数はこうはいきません。で、これが2でございまして、1ですね。そんなことな。で、どうするかなんですけど、これからまずいきましょう。これはですね、A の値を求めるのは、
まあできないことなんですけど、もうちゃんとやるのはこうです。A と A たす2を足して2で割ったら1になるわけでしょ。この長さ一緒だから。中点はこうやってもらいます。で、そうすると、いや、確かに暗算でできるんですよ。多分、施設とかそういうの言ってるやつはバーって暗算したんですけど、真面目にやると、2A たす2が2で、すいませんね、もうこれ嫌ですね、もうこういう計算が。2倍数でしょ、2A でしょ、2でしょ、2で2によって言って、A が0。A が0になった。ってことは、これは、A が0になったんです。こうなります。で、そこでですね、技を教えます。技はですね、こうでございます。ちょっと下で申し訳ないですけど、A の数字を計算になってます。で、今、マイナス1より小さいとき、1より大きいとき、そして0のときと出ました。0のときときました。そしたら、多分ここはマイナス1と0の間じゃないかとなるんですね。そうでしょ、これがマイナス1より小さい。0。マイナス1より小さい。1より大きいから、多分ここに来るのはマイナス1以上、こっちはイコールついてないからつけましょう。そしてこっちは0がついてるからイコールついてるからこの時と。でこっちはこういうふうにしましょう。そしたら出来上がりになります。まず場合分けで点数が入ります。で前も言ったようにここにイコールがついてないからこっちにイコールつけます。いいですね。でここもすでにイコールついてるからつけません。つけた瞬間に点数が失います。そしてあとはもう流れ作業でございます。こうしてこう置いて、あとは機械的な作業を始めています。機械的な作業だから、ちょっとすみません、これもちょっと消しましょうかね。それとまあ一応書いておかないとダメですよな。で中グラは y fx イコール x イコール1の事情、プラスにいうことを書いて、で再開し、最大値は最大値 m は fa で最小値 m は、これ本当便利がいいですよね。 x が何の時って書かなくていいですからね。 m イコール fa ですね。あ、でこれは止めちゃいけません。本当は a を入れたやつ、a たす2を入れたやつを求めてください。そしてこれですね、最大値 m は fa、 まあ次正難関が何が言いたいか見えてくるんですが、f でこれは f1、 f1 ですね。でこれは最大値 m は fa と fa ですね。で最小値 m は、f1 と。でこれは最大値 m は fa とする、最小チームは F、F1 ですね。すいません、はい、でこちらはすいませんね、もう同じ作業が続いて、最大チームが F8 ですね、最小チームは F8、 こういうふうになります。でこれをあと書けばいいわけですが、そこであなたの疑問は、まあ、あれでしょ、まとめていいんですかでしょですね。いいですか、さっき言ったでしょ、同じやつをまとめるんですかって質問で言ってなかった。まあいいですけど、まずこういうことで分かりましたね、やり方はですね。で、まあ、まとめるのもいいです。例えばここが同じになりました。だからこの赤でいけば A がマイナス1以上1以下の時、そしてここは A がマイナス1より小さい時で、A が1より大きいときというふうにやってもいいし、あと青でいけば、最大値でいけば、ここのところが一緒になりましたね。だから、A が0より小さいとき。で、ここは1本ですね。これ1本で、A が0のとき。で、これが同じで、0以上の、あ、以上はダメですね。ここにありますから、危ない危ない。0より大きい時。というふうにやっても構いません。
かりましたか？疑問でありますか？じゃあメモってください。で、皆さんこれを自分で書かないとダメなんですよ。自分で書けないとダメなんですよ。